私も民間の上がりでありながら限界あるところに大変悔しい思いはあるんですが、だからこそです、できる範囲でこの市役所の体質を変えていきたいと思っています。残念ですね、せっかくあの民間で来られてるんですが、その辺は私は非常に期待しておったんです。児玉議員はコスト意識についてや市役所の体質についていろいろと質問をしていきます。石丸市長が以前民間企業で勤務していた経験であるということで、児玉市長は民間企業勤務経験者として新しい風を吹かせてほしいと思っています。どんなやり取りをしているのかぜひご覧ください。まず第1点目は職員のコスト意識について伺います。厳しい財政状況を市民の皆さんにご理解いただくためには、職員がいかにコスト意識を持つかが大事な要素であろうと思います。現在人材育成基本方針に基づき人材育成に取り組まれている中で、必要な意識としてコスト意識を挙げられています。全体最適の視点を持ち、常に自分が行っている業務の費用対効果を考え、最小の経費で最大の成果が上げられるよう行動するといった行動指針が掲げられております。まあ、この人材育成基本方針、私はこれちょっと見直しが必要じゃないかなというところで以下の3点を質問いたします。まず職員に求められるコスト意識を高める取り組みの進捗状況を伺ってみたいと思います。まず前提のところをしっかりと揃えたいなと思います。昨年3月に改定をしましたこの人材育成基本方針なんですが、ポイントはコスト意識ではないんですね。というのはコスト云々というのはその前からある2007年に作成した基本方針にすでに謳ってあります。こう言えば皆さん市民の方もちょっとご安心いただけるかなと思うんですが、この町従来コスト意識がなかったわけではないんですね。さすがにそんな危なかしいことはありません。ちなみに今回の変更点は皆さんご認識あるかないかわからないんですが、大きく2つです。コンプライアンスとハラスメント対策です。つまり社会情勢への対応です。時代の変化に応じるという当たり前の変更を執行部側は施しています。時期尚早などと言っている場合ではないと考えています。その上でご質問の点ですが、これが何とも答えにくいので反問権も悩むんですが、分かる範囲でお答えします。職員の意識についてはかなり前進改善したという評価を持っています。というのは費用対効果を追求する前提は目的意識になります。何のためにやるかですね。それがなければ費用と効果は議論できません。でその何のためにやるか目的意識を問い続けてきた結果、ようやっと最近はこの1年ぐらいですね、特に自然と職員の方から何のためにこれをやるんだというのを問いかけ、そして主張してくれるようになってきています。確かに市長がおっしゃる通り、職員の皆さんのいろいろこう我々の議員長くやってますと、従来からいろいろ考え方が変わってきてるなというのはある程度認識はできるところだろうと思います。ただまだまだやっぱりしっかりと目的意識は、目的意識は持たれておるということは、確かにその辺の意識の変化っていうのはあるんだろうと思うんですが、一方でやっぱり目的はしっかりと持たれておるけども、その手段としてやられておることにやはり何か課題があるんじゃないかと思うんですね。そういったところでこういったコスト意識を進める上で、もし認識が課題があればどの辺があるのか伺ってみたいと。少し抽象的な話になってくるので的を絞りたいなと思うんですが、私の捉え方では目的と手段ですね。児玉議員は目的は意識は持ててても手段の方がうまくないんじゃないかとおっしゃるんですが、私はやっぱりこちらだと思います。目的意識が漠然としてるから、この手段の方がうまく作れてないのかな。ちょっと例が挙げにくいんですが、今日出たそれこそ住宅政策です。何のためにその住宅を市が持っているのか、公営法に基づく市営の住宅、要は市が住民への福祉サービスとして低所得者に対して住宅を提供する、これが公営なんですけども、これではないんですね。目的が雇用促進住宅を引き取っただけの私有住宅、名前も違います、私有住宅ですので目的が違うんです。なので今後どうするかっていうアプローチも変わってきます。他のものもですね、往々にしてそうなってます。特に多いのはこれまでやってきた方法手段ですね。これにスティックこだわるばっかりで、何のためにやってきたんですか、何のために始めたんですかというのが見事に抜け落ちていると。でずっと根気強く問うてみるとですね、その目的もう終わってませんとか、そんな時代じゃなくなりましたよねと、にもかかわらず従来のやり方を踏襲するというのはやはりあると思いますので、その意味でも目的意識、これを改めて持つ、なんなら目的を再定義するというところから必要なんだろうと感じています。
まあ、目的の再定義ですね。確かにまあその辺のところは非常に大きな課題だろうと思うんですが、ただまあいわゆる行政っていうのは、いわゆる予算をつけると、まあ、使わなければいけないとか、そういったようなまあ認識がありますし、民間企業だったら成績が悪ければ当然働く人は勤めバスもなくなって、そういったまあ非常に厳しい環境におるわけですが、行政っていうのはやはりそういったところがないので、そこら部分ではその考え方自体がもう甘いところがあるんかなというのはまあ仕方がないところかなと思います。ただまあいわゆる法律に基づいてやったり、それから岩盤規制みたいなものがあるわけですね。そういった中でやるわけですから、少なからずともその職員の方に責任があるというよりは仕組みの中にそういったものがあるんだろうと。そうは言ってもまあ印鑑がなくなったりですね、いわゆるそういったこともできてきてますから、まあちったは期待してもいいんかなというのが国の動きじゃ見れるんで、まあそういったところは期待が持てるんですが、ただ残念ながらいろいろな目的を持たれて、その手段の中に省人化ですね、省く人、省人化に向けたいわゆる生産性の向上に向けた取り組みっていうのが予算内に出てくることが非常に少ないんですね。そういった視点から考えますと、まあ、今からデジタルの技術がどん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 使えと、これはまあ民間よりも私は行政の方に言ってるんだろうと思ってるんですが、まあ、デジタル技術なんかを使ってこう取り組みが進んでいくんかなというのは国の方も期待はしておるんです。当然地方自治体にも波及してくるんだろうという具合に思ってるんですが、まあ、考え方として例えば生活路線対策事業なんか見てもそうですが、当初計画を立てたんより利用者というのは急激に減っとる。そうすると通常ですと民間だと利用料金を上げるか、利用者のニーズをどうやって増やすか、あるいは管理コストをどうやって下げていくか、まあ、この3つの要素の中で考えていくわけですけども、行政だといわゆる委託先が赤字になれば委託料を増やしていけばいいわけですね。そこには何らアイデアも出てこる、まあ、そういったコスト意識という部分が私は少しこれからの課題じゃないかと思ってるんですね。まあ、そこらは同じ共通認識かもしれませんが、そこで先ほど述べられた課題に対して今後どう進められていく対応方法を考えられておれば伺ってみたい。議論の流れを一問一答に仕分けるというのはなかなか難しいものなんだろうなと思いますので、合わせてお答えをさせていただければと思います。目的意識を定めるというのが私の方針だと申し上げたんですが、その課題としては一つは時間がかかることだと捉えます。これは人材育成というのはどうしてもそうなんですけども、これまでの感性ですね、このモーメント勢いがありますので、軌道を変えるにはものすごい膨大なエネルギーが必要となってきます。なので時間がかかるなと。ただちょっとずつでも力を加えればその向きはそれだけ変化をしますので、これは丁寧に、で大事なのはしっかりと先を見据えてこのベクトルを調整することだと捉えています。その上でこの先の対応、課題に対する対応の仕方なんですけども、今取り組んでいるものとしては、職員に自ら考える力を養ってもらう、これに尽きると思ってます。当座は私がここにいますので、徹底的に私の方から課題を投げかけ問い続けます。でもやがてそれも終わりが来ますので、むしろ終わりが来ていいと思うんですが、市役所職員自体がきちんと自立して問題意識を設定し、そのための解を求める手段が考えられるようになる、これを理想としています。ですので今やっていることとしては、職員にそのトレーニングの機会を提供したいとしているというところです。その一つが例えば今回の一般質問です。これまでにないほど部長級の発言が多かったと思いますが、これは意図してのことです。今後の方針等については市長が考えているもので、市長が自ら話すべきところがあると思うんですが、そうではない部分については可能な限り担当部長から語ってもらうというように今回変えてみました。その狙いは先ほど来申し上げている目的意識ですね。自分の仕事、自分のこととして考え、それをまずは議員の皆さんに、そしてもっと言えばその後ろにいる市民の皆さんに伝えるんだと、その意識を持ってもらう、これが今後の対応の鍵を握っていると考えています。考え方という部分では全く同感ですね。ただまあそういった今の部長職の方はここでいろいろ答弁というお話でしたが、この市役所全体でそういった考え方を皆さんに身をつけてもらおうと思えば、特にコストの部分ですね、これは従来からずっとお話しさせていただいてるんですが、やはり大まかでもいいので時間当たり単価、これを設定されて、例えば、我々もよく従来叱られましたけども、1時間の会議に10人出ておる、2000円かかりゃ2万円かけた会議で一体何をアウトプットしたんやと、ような、まあ、そういったところからのコスト意識ですよね。
残念ながら私が感じるのは、例えば行政から案内いただく会議の開催なんかでも、これ83円の切って貼った封書ですよ。民間のとこはがきですよ、全部案内来るの63円というようなところまで意識がいこうと思えば、やはり身近なところで言えば時間設定をちゃんとして1分あたり何円かかるんだと、例えば支所に行って帰れば1時間かかりますよと、 CO2 排出してガソリン使ってというようなところまで意識がいけば、行かずにミーティングをしようかというような方法が出てくるんですね。そういったところの私は意識づけが非常にまあ大事なんじゃないかと思ってまして、ぜひ民間だったら普通にやってますけど、こういった時間あたり単価設定していただければ、皆さんの意識に少しでもこう変化のスタート地点になるんじゃないかなと思ってるんですが、いかがでしょう。実は今児玉議員がおっしゃった職員におけるコスト感覚の情勢ですね、市長に就任した直後に考えました。私も民間出身ですので、ただ考えに考えた結果、やっぱり合わないなと思い立ってます。なぜかというと、コストを金額表示することはできます。まあ手間はかかるんですが、できます。でそれをみんなで、あ、いくらだねって確認することもできます。でもそこで止まってしまうんです。なぜかというと、公務員は人事評価がですね、かなり固定的だからです。コスト意識を持って、コストをあなたおいくらですと示したところでです、結局給料は増えも減りもしないんです。そこで、ああこれはやっぱり限界があるなと感じました。その意味で市民の皆さんはですね、職員、公務員というものはなんて怠惰なものなのかみたいなのを思われるといけないので、ここで改めてお伝えしておきたいんですが、逆です。むしろにもかかわらず、皆さん本当に一生懸命仕事をしてくださってます。それが公務員というものなんだなというのは、自分が組織の中に入って改めて感じました。褒められもしないと、給料もボーナスも増えやしないにもかかわらず、ただただ皆さん真面目に職務に忠実でいてくださいます。あ、これが公務員なんだなと、地域を思うその姿なんだなと私は感じ入りました。ですので、私も民間の上がりでありながら、限界あるところに大変悔しい思いはあるんですが、だからこそです、できる範囲でこの市役所の体質を変えていきたいと思っています。で、何を使うかといえば、もう我々の矜持しかないと思ってます。私たちが公務員、私たちが秋田方市を動かして回してるんだというその思い、プライドですね、これを今ここにいる幹部職員はじめ全職員がしっかりと持つことによって、効率的な行政、これが実現できるんではないかと考えています。残念ですね、せっかく民間で来られてるんですが、その辺私は非常に期待しておったんです。人事評価システムと給与システムっていうのは当然連動してないとおかしくなるんですね、民間でいうと。で、人事評価システムが行政っていうのは民間と大きく違う、能力の査定をどうやってやるかになるんですが、そういったところもあえて、私は民間で来られてるんだから挑戦をされるんかなと、そこに入っていくと、いわゆる生産性の向上の方に入っていけるなと、まあ、正直言って期待してました。ちょっとそこのところは今の答弁非常に残念だったなと思います。でもしですね、例えばそういうことを考えていこうと思えば、さっき最初に申しましたけども、人材育成基本方針、これの中のコストの部分が非常に寂しい。やっぱり私はこのコストの部分を抜き出して、重みを持たして、いわゆる行動指針を、コストに関する行動指針を一つ作ってもいいんじゃないかということを思ってます。で、やっぱりコストという部分は市の組織文化として、これ根付かせ、先ほどおっしゃったように長くかかるんですよ。根付かしていた、いくためにやっぱりスタートとしてそういうものを持ちながら、なおかつコスト意識がどこまで浸透したかどうかを検証する、トレースする仕組みっていうんですかね、そういったものを私は考えていく必要があるんだろうと。そこまでいけば、これから5年10年かかってもすぐには答えは出ないかもしれませんが、徐々に徐々に職員の中で浸透していくんじゃないかと思ってるんですね。公共サービスをやめたり、公共料金を上げたりするわけですから、職員の皆さんもそういった努力をしてますよと、そういったスタートの私は第一歩に、その辺の指針をぜひ作られたらいいんじゃないかと思うんですが、いかがでしょう。児玉議員を失望させてしまったのであれば大変申し訳なく思います。もっとも、先ほど少し言及しましたが、人事評価制度については今見直しをかけているところです。これまでのままでいいとは考えていません。ただです、公務員として待遇をどうするかは、これは法律で決まっていますので限界があります。そこで私はやろうと思っても無理があると申し上げました。できるものとできないものがあるという意味です。で、コスト意識の情勢なんですけども、これもですね、私はこの立場になって初めてではないんですが、改めて気をつけなければならないなと感じました。
なぜかというと、そもそも地方の自治体はコストが全て悪くなります。なぜか皆さんご理解されていらっしゃいますが、どこまでご理解されているかによるんですが、単純に言えばコストがいい場所っていうのがあるんですね。都会です。この町の人口密度ご存知でしょうか。1平方キロメートルあたり50数人なんですね。1キロ1キロで50人しかいないんです。でも大きな都市に行けばそのあたりに5000人とかいるんですね。これが効率的な町です。ここでは何やっても儲けやすいんですね。例えば商売だってそうです。コンビニの売り上げなんか桁が変わってきます。一方うちはどうやっても効率が悪いのが本来なんですね。なので民間事業者が入ってこれないんです。うちにはマクドナルドがないんです。そういう土地だから。なので行政がそのサービスを補完しなければなりません。何でもいいんですが、例えばスポーツを主導する事業があったらいいよね。都会だとジムとかなんぼでもあるんですね。行けばいろんなヨガクラスとかあります。でもここじゃ民間がやってくれません。なので行政がいるの、じゃあやろうかってやるんですよね。でも民間がやらなかった商売ですから、そもそも採算が立つわけがないんです。なので私たちは難しい判断が強いられます。我慢するのか、それとも高い金を払ってヨガ教室をやってもらうのか。別にヨガがいい悪いというのはここで述べるつもりはないんですが、コスト意識というのはそこにつながると思います。市民の方が必要とされるものであれば、それは採算が悪くても提供しなければなりません。自治体の責務として。ですので市民の皆さんに、これいりますかと、ちょっと値段張るんですけどどうですかと、この問いかけが必要だと思ってます。そしてその問いかけは我々市役所、行政の人間が、そして議員の皆さんが市民に問うていかねばならないテーマだと捉えています。都会と田舎で効率の違いがある、それから事業の有無なんかもそういった影響があるという答弁だったんじゃないかと思うんですが、私が申し上げているのはいわゆる改善という意味で、例えば毎日ルーティーンでこう仕事してますけども、それの中には当然付加価値のある仕事と付加価値のない仕事がセットになってるわけですね。そうすると付加価値のない仕事とは一体何でしょうかということを見つける意味でもやっぱりコスト意識を持つと、身近なところでのコスト意識という意味合いで申し上げてます。大きなところで申し上げるんじゃなくて、当然スタートとしては私は職員の方にスタートしていくのはその部分からでいいんじゃないかと思ってるんですが、市長と思われてる部分と私が言ってる部分と認識のズレがあるみたいなんで、もう一度正しておきたいんですが、私はそういうことでコスト意識の教育が必要じゃないかということを申し上げておりますので、ご答弁が。はい、認識がしっかりとできました。これは議員がおっしゃるそのコスト意識、ごもっともだと思います。身近なところで日常の生活といいますか、仕事の中で、絶えず見直していかなければならないと捉えています。その際にじゃあ何をしているかどうしているかなんですけども、一番手っ取り早く取り組めるコスト意識、コスト改革は時間だと思ってます。時間、どこにでもある、でも一番大事な資源ですね。例えば私が就任して以来、会議時間は基本15分単位です。でどうしても入らない時には30分45分1時間、でも基本的には最初の15分に入るようにテーマを絞って、何を協議するのか定めて来てくださいと。で当然そこに集まるメンバーはみんないらっしゃいではなく、必要最小限、それこそ説明をする人、発言をする人ですね、これを軸にというのはコスト意識につながるところだと思います。具体的にあなたの時給がこんだけだからおいくら万円という値札はつけてないんですけども、皆さんがそれぞれが持っている時間を大事にして、大事に仕事に当たってほしいという思いから、そのような取り組みは行っています。それでは大枠2点目の質問に移ります。公共サービスのコストの見える化について伺います。財政健全化を目指すためには、市民の皆さんに現状が危機的状況にあることをご理解いただく必要があります。しかしながら自分自身のお金といった意識で考えていただくことは大変難しい課題だろうと思います。どれだけ市民福祉のためにお金をつぎ込んだとしても、その事実を知らなければ市民は当たり前のこととして受け止めまして、特に何も感じていただけないんだろうと思います。事務事業を継続していく中で必要とする予算に変化がなくても、人口減少が進む中では一人当たりの負担額、税金ですね、これは増えていきます。市民全般に常日頃から行政サービスに要する費用を知っていただくためには、事業単位での市民一人当たり税金投入額を設定し開示していくといった新たな方法を模索していく必要があるんだろうと思いますが、市長のお考えを伺ってみたいと思います。いわゆる
公共サービスに値札を貼ってみるというような取り組みだと思うんですが、いくつかすでに取り組んでいます。一人当たりに直したものではないんですけども、例えばそれこそ野鳥の美術館が年間いくらかかって運営されてたのか、ほとんどの市民の方はご存知なかったんじゃないでしょうか。約2000万円です。神楽門前東寺村、神楽が見えるすごくいい場所なんですが、年間だいたい5000万円市はお金を入れて運営しています。どこまで認識があったんでしょうと、多くの市民の人は知らずにいいものに違いないと、そのように思い込まれてしまってたのかなと感じます。その意味では市民の前にまず市民の代表である議員の皆さんが正しくコスト意識、それを持つことが必要だと思います。これは揚げ足取りや皮肉ではなく、とても大事な事実です。全体最適を度外視した主張を繰り返す一方で、財政難を口実に必要な投資を惜しんでみたり、そうしたご都合主義を改めない限り市民は誤った認識を持ち続けると、そう懸念します。まあ、そういった懸念もおありでしょうから、今の年間額でいうとですね、例えばいろいろな事業が2000万とか5000万とか言われてもなかなか具体的に感じないんですね。しかもその同じ2000万の事業をずっと続けてても、人口割で考えれば人口減ってくるわけですから、一人当たりの負担というのは2000万の数値は変わらないけども、負担は一人当たり増えていってるんですね。そういったところの認識を持っていただく必要があるんだろうと私は思ってます。で、特にまあ簡単なところで言えば、指定管理料でも委託料でもいいんですよね。納税者ではあるんか、まあ、全体の人口ではあってもいいと思うんですよ。ほんとこう人口割で出してみれば、何かの事業の例えば委託料が一人当たり100円かかってますよ、来年になったら人口が減ったから知らん間に110円になってましたよ、というようなことを年々変化していくっていうものを市民の皆さんにもお知らせしていく。そうすると市民の皆さんもやっぱりそういったところでの変化に気づかれてくる。そうすると議員さんあんた何やっとるんやと、というようなことをある程度やっぱり注意も我々にいただける、そういうようなみんなが分かりやすい指標っていうんですかね、簡単な指標でいいので、委託料だけでも構わないと思うんですよ、たちまち。そういうようなことをぜひやってみてですね、我々もそうですし市民の皆さんにもしっかりとその辺で我々のチェックをしていただくというような手法でも考えてやってみたらどうかなと思うんですが、その辺いかがでしょうか。部分を切り取られてそれが一人歩きしては困りますので、改めてここでもご説明するんですが、採算全てではありません。それをやりだすとこの町に何もなくなってしまいますので、ではなく、児玉議員がおっしゃっているのは、いろんなものがある中で採算を一つの基準として取捨選択しようということだと思います。私もその必要があると思ってまして、そのためにすでに企画部財政課中心となってもらって、採算の指標の作成を指示しています。例えば指定管理料そのものというのはもうすでにいっぱい資料があってずらーっと並んでいるんですけども、それに対して事業規模がいくらかですね、いわゆるレバレッジが測れる、同じ2000万を投入する事業でも、その投入された事業が毎年回っていくわけなんですが、これが2億円の事業なのか4000万円の事業なのか、レバレッジが違いますよね。2倍と10倍です。当然10倍の事業の方が2000万は出しがいがあるわけです。このような観点で、例えば利用者、同じ2000万出してても2000人が使うものと2万人が使う事業であれば10倍違うわけです。というように、その採算性を測る指標の作成に今取り組んでいますので、これをお示しすることによって市民の皆さんと議論を深めていけると考えています。これはいいお話を聞かせていただきました。ぜひですね、いろいろな取り組みを進めていただきたいと思うんですが、市長も行政にこういった仕事に疲れてつくづく思われると思うんですが、計画が非常に立派なのがたくさんあるんですよ。で、計画作りなんですよ、この行政っていうとこは。で、後のトレース追わないんですよ。これは執行部も議会もそうですが、もう大体そんなもんですよ。おそらくよその自治体行っても同じだと思います。だからこれも大きな欠点だなと思うんですが、残念ながら非常にこれが難しい。まあ、そういったところで今のようなその具体的な、もう全体として皆さんのその知識の中に少しでもこういろいろなものを投げかけていくんですかね。まあ、そういった指標の一つで考えていただければという思いで喋らせていただきました。で、まあ、財政の厳しいのは今の市長も一生懸命説明されておられますが、やっぱり公共料金の停止、あるいは公共料金である公共サービスの停止、
あるいは料金のアップとなると、やはり市民の皆さんは当然その痛い思いをされるわけですね。結果としては、で前々から市長はよく市民の皆さんとのこう共有という言葉をよく言われます。で財政危機感はやはり同じ共有意識を持ってやろうと思えば、やはりトップ自らここは給与カットでもやって皆さんのために頑張るよと、そういう姿勢も見されるのは私は一つの方法じゃないかと思うんですが、どうでしょう。今の言葉だけを捉えると、お前の給料を削れというようなお話が聞こえるんですが、もしそのようなお考えであるんであれば、まずご自身のその給与を返上するところから始められてはいかがかなと思います。私個人に本人においてはそのようなつもりは毛頭ありません。きっぱり言っておきます。今後自分の給料を削ろうなんてことは言い出しません。なぜならば、与えられた職に対する対価がその金額だと思っているからです。この金額が多いか少ないか人によって受け止め方はあるかと思うんですが、私は自分がやってる仕事に対してそれこそ誇りを持って責任感を持って取り組んでいますが、仕事が足りないとは思っていません。それでも納得いかないという方がいらっしゃるかもしれませんので、一つご参考にお話しすると、市長の年収って大体1500万円ぐらいあるんですよ。ちょっと多いかなとこの年にしては思われますか。どうなんですか。ただ私のデータで申し上げれば、年間の稼働数、稼働日数ですね、土日の休みほぼなく仕事をしています。休めるの本当何日かですね。でそうすると勤務時間じゃないです、勤務日だけで民間の 1.45 倍あります。ということは 1.45 倍で割ってみると年収1000万相当ぐらいの時給かなという感じなんですが、年収1000万というと一部の上場企業であれば30歳ぐらいの時にそれぐらいの金額もらってます。私ももらってました。その観点で自分の市場価値に照らしてこの報酬が課題とも思っていません。政治界は市長と対立しているし、気に食わないからと市長の言うことに反論しまくって、秋田方市が損している大きな要因である存在であります。児玉議員はそんな評判の悪い政治界に所属していますが、珍しく自身のプライドやメンツを守るための発言ではなく、良いか悪いかは置いといて市のことを考え、市長のことを期待しての発言をしている印象を持ちました。給与カットという発言は的外れであるとは思いましたが、言いたいことやニュアンスは伝わってくるので悪い印象は持ちませんでした。他の議員の方は、児玉議員のことを少しは見習って、自分が気に食わないからだとか、プライドが傷つくからといったことを考えずに、市のことを考え、市長のことを頭ごなしに否定するのだけはやめていただきたいものです。石丸市長は、議員のつまらんプライドのせいでだいぶ損をしている秋田方市を、本気で変えていこうと考え、動いていることが伝わってきました。民間企業での勤務経験があるからこそ気づいていることがあるので、その良い部分を市役所のシステムのことを考えた上で存分に取り入れていただきたいと思います。石丸市長にこれから期待したい方は高評価、石丸市長がこれから粟田方市を変えれると思った方はチャンネル登録をお願いします。